みんなこれ使うべきだと、ディスポーザー版がダメだと。合ってます？はい。ついついお金持ちがディスポーザー付きのマンションに住むけどそれダメだと。大阪から来ました小川雄一28歳です。ではまず3つの中から投資の形態をお選びください。融資でお願いします。あなたのファンディング希望額は500万円を希望します。あなたが思い描く未来の姿は生ゴミ処理機を普及させ後世に自然を伝え続けられる社会を実現することです。事業プランをお聞かせください。事業概要はこの生ゴミ処理機を海外から仕入れてきまして日本で総販売元、OEM メーカーのような形で販売していく事業になります。この箱の中にですね土のようなものが入っていまして酵素と特殊な菌が入っています。ここの中に生ゴミをポイッと入れていただくと水と炭酸ガスに分解してしまいます。何もなくなるのかというふうに質問を受けることが多いんですけども実際には微量の残りカスのようなものが出ます。でも3年使っても1キロぐらいしか出ないとそれぐらい手間のかからない商品になります。高齢者の方なんかだとゴミ出しが大変だというような方はこの生ゴミ処理機使っていただくとつどつど開けて捨てるだけで生ゴミが全てなくなってしまうのでキッチンの生ゴミの匂いがなくなったりとかコバエが来なくなったりですとかあとはゴミ出しが軽くなるそういった課題を解決する商品です。大学では微生物の研究をしていました。大学の頃から経営者になりたいという目標があったのでベンチャー企業に就職すると決め東京に出てきて1年間ウェブサービスの営業マンとして働きました。大学で研究した微生物に関係するような事業をやりたいなって漠然と思ってたんですけどこの商品だったらぴったりだとなおかつ環境にいいしすごく便利だし素晴らしいなと思ってすぐに会社を立ち上げて代理店事業をスタートしました。しかし1年ぐらい経った時にバラバラと売れ始めてこれもっと売れるんじゃないかと思って期待をしてたタイミングで仕入れが止まってしまいまして輸入していた会社とも連絡が取れなくなりまた借金を少し抱えてしまったと。知人の会社から下請けでウェブ関係の仕事をいただいて2年間必死に働いてなんとか少しの貯金とあと生活も安定して家庭を持ってで大阪に東京から引っ越して現在に至るんですけれどもどうしてももう一度生ゴミ処理機やりたいなっていう思いが忘れられなかったので自分で海外のメーカーに連絡を取ったりとか以前仕入れられてた会社に連絡を取ってみたところどうやらやらせていただけるかもしれないというところで交渉していきまして無事今基本的な契約に関しては済んでいると。金調達計画の中で2500万のうち500万が今回の志望金額じゃないですか。で自己資金が300、両親が400、日本政策金融公庫が700で今審査中の銀行がっていうのはこれはもう全部審査中のもの以外確定してるっていう認識でいいんですか。正確には銀行融資の方に関しては1000万で今申請を出してるんですけれどもまだ分からない状況で一応もし通ったら500万ぐらいに抑えて借りようと思ってますということで500にしています。2500万のうち約2000万をもうすでに自分の力で用意しているっていうところに僕はすでに能力の高さというか行動力の証拠が見えるんでありがとうございます。すごくいいですね。見れたりはしないんですか。その実際ゴミがなくなるところとかこれが土、はい、ちょっと匂いますよね。微生物すこれ何が匂うんですか。これはもうこの土の匂いです。あ、土の匂い、はい、例えば洗剤みたいなものを入れちゃったとか、はい、そういった場合は中の酵素とか菌が使えなくなっちゃうのでああ交換する必要があるんですが基本的には半永久的には多くゴミを取り出してしまった場合は半分補充とかしていただくと分解力が戻ってくるので最近のマンションはだいたいディスポーザー付きかどうか見て私も借りたりするので増えてるから必要ないんじゃないのかなと思ったんですがよく考えるとディスポーザーでガーッと回されたあれってマンションの多分どこかに貯められてると思うんですけどゴミは出てるんですかね。下水に流してるってことです。もちろんその浄化槽で処理はしてるんです。である程度はなくなってます。少しは残る、はい、これ内容物取り出したら堆肥として使えるんですけれども家庭用のこの生ゴミ処理機という家電で処理すると基本的には堆肥になります。生ゴミ処理機っていうのは乾燥型と微生物型バイオ型っていう2種類があって普通はそのままゴミとして捨てられてしまうんですよ。そのままそれって埋め立てられてしまうので環境にはあまり良くない。なので堆肥として使うと循環していくので環境にはいいというものです。本当に自然に優しいのはこれなんだと、はい、みんなこれ使うべきだと、ディスポーザー版がダメだと。
当てます？はい。ついついお金持ちがディスポーザー付きのマンションに住むけどそれダメだとディスポーザーはディスポーザーでメリットあると思うんで、いいと思うんですけど、生ゴミ処理機を使うより生ゴミ処理機を使った方が環境に優しい。はい。ずっとこの生ゴミ処理機に携わっていきたいんですか？僕は人生かけてやりたいなって思ったのって無人島と生ゴミ処理機だけ、今のところその2つだけなんです。最終決断に入っていきたいと思います。カムさん、よろしくお願いします。すいません、ナッシングです。足立さん、100万円出します。はい、ありがとうございます。理由としては、商品はちょっと僕はどうなんかなと思ったんですけど、まあ人としての魅力と夢を持ってらっしゃったんで、というところで限界100万円ということで。ありがとうございます。七山は、はい、私も100万円だけ出します。ディスポーザーがあるのでなかなかその金額のものを、まあ、助成金出るとしても買う方がどのくらいいるのかわからないですけど広めていただきたいです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。小林社長。ナッシングです。僕はで、これはあの本当に僕が未熟者で、多分小賀さんほど僕が環境について考えてないから、そこまでの理念を持ってない僕の熱量があまり上がってないっていうのは完全に僕の問題でしかないんですけど、僕は小賀さんは多分この事業以外でも成功すると思います。ただあのこの事業に関して言えばナッシングです。林さん、お願いします。なんか中途半端で申し訳ないんですけど、僕200万ぐらいで出そうかなと思ってたんですよ。なるほど。そうすると足りないじゃないですか。だからもう100万円僕が出せばいいんですけど、あと最後に聞いていいですか、小川さん、はい、あの誰よりも生ゴミ処理機詳しいですか？はい。本当？はい。本当？はい。なんで詳しかったら僕はこの事業いけるんじゃないかなと思うんですけど、どのくらい売れるかがわからないんで、本当また同じパターンで申し訳ないんですけど、この番組通じて何台売れるかやってみていいですか？まあまあ売れたらどうですかね、10台ぐらい売れたらすごいですかね。10台売れたらすごいですか？だって1台あたりの単価12万8000円ですもんね。ってことは128万円。それはあの前回の牛タンの売り上げと同じで、まあ単価が、ね、単価違いますしね。絶対に主婦見てないですよね、この番組ね。見てないです。一人も見てないとは言い切れませんけれども、アナリティクスによると、95% 以上が男性。そうですよね。なのでこれはかなりハードル高いですね。ハードル高いでしょうね。どうですか、もうここで10台売れたら出すみたいな。お金が集まらないと仕入れられないので。そうか、じゃあそれ難しいですよね。判定がね。半金入れてもらえます？あ、予約した方に半金だけ入れていただいて、で、準備が整い次第納品できますよっていう話をするってことですか？はい、予約だけだとね、みんな応援の気持ちでやっちゃうかもしれないで、半額振り込んでくれる方が10人いらっしゃれば僕はいい気がしますけどね。期間は1週間ですかね。多分あのこれは長い短いあんまり関係なくて、そうですよね、2週間とか1ヶ月にしても多分変わらないと思うん で、ね、やっぱり1週間でしょうか。はい、チャレンジさせていただければと思います。一旦、お金を出していただいた足立社長と七山はそれぞれに、ご意見いかがですか。今林さんこんな提案をしていらっしゃいます。林さん、無条件で200万は出すけども、残り100万に関してまた同じことになっちゃうかもしれないけど、こういうことやってみたらどうかっていう提案なんですけど、いかがですか？あ、もうぜひそれでいいですか？はい。七山はどうですか？はい、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、はい、またもや条件付き、しかも最後の虎は視聴者だバージョンになりますよね、これね。いやこれね、けどもしその半金とかで何かの事故が起きましたら、あの責任を持って僕があの返金しますので安心してください。今回も、条件付きとはなりましたけれども、一旦オールになりました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。足立さんから。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。七重ママ打ってください。ありがとうございます。すいません、条件付きで、でも結構売れるんじゃないかなと思ってますね。ありがとうございます。はい、でせっかく受け取りましたけど、今条件付きなんで私がこれをお預かりするという形でよろしいですね。どうもおめでとうございました。ありがとうございます。またしても